草薙の剣で八剣神社です。もともとは山田のオロチ一族が持っていた刀です。それが後に天皇家の三種の神器に変わるわけなんでございますね。その、山田のオロチ一族が持っていた剣は多分尾っぽが8本ですから八剣であろうと。そしたら八剣神社というのは本川隆起にちょうど発射あるわけですね。奈良県側にはないわけです。だからこれは全部やっぱり豊の国の出来事であろうと私は確信しておるわけでありますね。でこの草薙の剣は当然大和尊の命も関係してきますね。さあ壬申の乱です。日本書紀では一応天智天皇10年671年9月に天皇が病気にかかられたと、まあ、こういうことが書いてございます。でこの年に大海人皇子がですね、吉野に行きます。修行仏道遷都を称したもうと。それで天皇を許す。で東宮すなわち吉野に入れたもう大臣だ、侍使いですか、使いへ送るですね。で宇治に至って帰る途中が宇治です。先ほど出しましたように天智天皇の宮がこの時その遠賀湾の出口の出入り口のところの長津の宮近江郷であったとして、そこから、大天の皇子は吉野の宮奥耶馬渓に逃げるわけです。その途中が河原の宇治の宮、先ほどの常言様です。経路ぴったりでしょ。矛盾一切ないですよね。ありませんよね。はい。さあその時にここの天智天皇のところでは大臣だって書いてありました。ところが同じ記事がですね、天武天皇の摂政前記に書いてあります。でこの時にですね、3行目右大臣中富の兼の村治って書いてあります。これ記憶しておいてくださいね。後で田切に関係していきます。でやっぱ宇治より帰るってありますね。この大臣たちは引っ返してきたわけですね。でこの時の有名な文句、虎に翼をつけて放てりと。ああ反乱を起こすかもしれん、大天の皇子が逃げてったということを暗示した文句ですよね。有名なお話です。さあそれで、大天の皇子、後の天武天皇は彦山越えて吉野の宮に入ったわけですね。これでもう朝廷軍の力が数には及ばなくなるわけです。とりあえず大天の皇子反乱の第一歩を固めたわけですよね。さあそこでこんな歌なんかも残されております。これはもう今回いいでしょう。次です。さあ天武天皇元年672年6月から8月に壬申の乱が起きます。たった3ヶ月です。実際の戦い2ヶ月です。で秋7月狩野江虎1日、水の稲に大友の皇子、先ほども出てましたね、逃げていらんところなし、すなわち帰りて山先に隠れて自ら首でぬと、まあ、自分でもう負けを認めて首吊り自殺として果てたということが書いてございます。次ですね、不総略記第5という、不総略記というまた別の書物が古事記日本書紀以外にございます。そこの天智天皇9年のところにですね、こんな文句があるんですね。12月3日天皇釜上がりましぬ、同12月5日大友の皇太子すなわち帝位につくと、帝位につきたものですね、はい、で少年25とあります。次です。これ天智天皇の最後についての記事ですね。ある文に曰く、天皇馬に乗りたまい山品の郷に見受きなさるとありますね。見受きしたもんで、さらに看御することなし、全くお帰りになることがなかった、長く山林に混じり、ずっと山林にとどまりなさって、鴨上がりましのところを知らず、どこでお亡くなりになったかわからないって書いてある。これが天智天皇の最後なんです。その治癒がまたすごいんですよ。ちっちゃいですけど、ただ靴の落ちしところを持ってその三両となすってあるんです。これが有名な靴だけ残して遺体が見つからなかったという、これが天智天皇の最後のに関わる一節ある説です。
ここに書いてございます。その次もっとすごいこと書いたんですよ。持って用のですね、昔の諸々の王たちですね、因果を知らず、これものすごい省略化って意味がわからないんです。結局その死に関して原因結果がわからないって書いてあるんです。そういう帝の死については一番最後の4文字すごいですよ。常に殺害をこととすって書いてある。つまり天皇であっても殺されてますよって書いてある。いや、こんな不気味なことが不創略にちゃんと書いてあるんですよ。言っときます、私は一度もでっち上げたことのない男ですからね、はい、ただ写したわけですから。そうしましたときにね、私筑豊を回っておりまして、これ金崎のところにある織幡神社というところです。その境内にですね、竹内宿の靴の靴塚というものがございます。最初行った時に靴塚説明見ました。やっぱり靴だけ残して昇天したと言ってるんです。は？誰？え、天智天皇じゃないの？竹内宿の靴なんです。とか僕は福岡県全部回ってます。竹内宿の靴の墓あります。高羅大社の奥宮にちゃんと書いてある。で、これが私にとっては間違いのない竹内宿根の墓ですので、じゃあこれ一体誰の靴塚？もう私にはこれが不創略記に書いてある天智天皇の最後の場所としか思えなかったんです。靴だけ残してなんで意外がないか。受水自殺であろうと。今でもそうでしょ。自殺なさる方はどういうか知らないけど、靴だけ揃えて身投げなんかなさいますよね。この織幡神社はすぐ海なんです。そこから撮った写真です。で、ああ書いてありますよ、天智天皇の受水場所。さあ、西日本新聞の記者さんに来ました。宗像師匠から来た方に、今でも自殺の名所なんですって。で、また場所がすごい。海流が複雑で、海の底の流れが複雑で、意外がなかなか上がらない場所なんですって。天智天皇さん、そのことを知ってたみたいです。つまり自分の意外を敵にさらしたくない。皆さんの中でなんかざわざわと思った方ありますか？つまり天智天皇は壬申の乱の前に病気で死んでないんですよ。でしょ？じゃあなんで死んだんですか？大天皇皇子の軍隊に追われて、もはやこれまでと覚悟の自殺をしたってことでしょ。さっき近江の宮、長津の宮どこにあるって言いました？仲間駅の西隣でしょ。そこからほら玄界灘ちょっと出たらもう織幡神社でしょ。敵の手にかかる前に受水自殺。今までどなたもこんな日本史聞いたことないでしょ。うん、私一人が言うとんです。でもね、でもですよ、万葉集にねこういう歌が残ってるんですよ。ある文に曰く、近江のすめらみこと天智のことです。ご病気ご恩病にはかなるとき、大きさきの立てまつる御歌一首、こういう題詞がありましてね、148番、万葉集ご覧になれば148番引きは出てきます。青旗の小旗の上をかようとは、目には見れでもただに合わず合わぬかも。こんな歌があるんですよ。新解釈を施しました。青旗のような小旗かっこ織幡神社の上を御霊は通っておられると、目には見えるけれどもはや直接には天皇にお会いできないことである。ご病気ならまだ目の前にいらっしゃるやないですか。なんで
なんで天皇に直接お会いできないんですか？歌の中身おかしいでしょう。そしてね、万葉集の先ほど私が尊敬する先生の解説こうです。ただに会うとは、相触れる肉体のある人間として直接に相見ることである。澤孝先生、万葉集の大家です。そう、この妃、大妃の目の前に天智天皇の位牌がないんです。だから台紙がおかしい。この病なんかじゃない。もうすでに天皇の肉体がそこにない。魂だけが通っていられる。折旗神社の木々を風が揺らす。あ、今天皇の御霊が通われてるんだ。こう歌った悲しい歌です。万葉集ってすごい歌集でしょ。台詩と切り離した途端に先ほどの扶桑略記とつながったでしょ。口塚の伝承とつながったでしょ。その折旗神社を思わせる文句がありますでしょ。青旗の小旗、小旗の小って木って書いてあるでしょ。山林に混じってって書いてあったじゃないですか。大妃、もう大和日比の天智天皇、天智七年皇后となる云々です。その大妃の歌はもう一首あります。153番「いさなとり近江の海」を最初の地図で紹介したでしょ。近江ってもともとは福岡県のど真ん中にありましたよって。あの海ですよ。近江の海を沖避けて漕ぎ来る船、沖使い痛くな跳ねそ、へつかい痛くな跳ねそ、若草の妻の思うとり立つ。いさなとり近江の海の遠く沖辺を漕いでくる船よ、沖の貝もひどく水を跳ねないでおくれ、岸辺の貝もひどく水を跳ねないでおくれ、若草の入水した我が夫のように思われる鳥が驚いて飛び立つかもしれないから。そこに浮かんでる水鳥に天智天皇の御霊を見る思いがあるわけですよ、この妃さんの歌ね。だからその水鳥が今しばらくそこにいるように、その貝で水を跳ねないでおくれ、そういう切実な歌なんですよ、これ。もうここで壬申の乱の舞台分かったでしょ。海のある大和の国です。近江です。こっちですよ、やっぱり。壬申の乱の舞台こちらなんです。これ分かりいただきます。そして天武天皇元年こう書いてあります。この年宮室岡本の宮の南に作る、その冬に移りて増します。これを飛鳥清水原の宮という米印。飛鳥清水原の宮を田川郡赤村大原の貴船神社の地にして。怖かったですね、ここです。こんなところにですよ、あの名高い飛鳥清水原の宮、田んぼの真ん中に大楠があるだけ、神社さんって言ったってあんな下のところにちっちゃくあるだけですよ。あの左隣に見えます、あのちっちゃな石碑が、石の祠が、わかんないくらいでしょ。はい、Google で見ました、ここです。これからもっとなんかすごいものが見つかるかもしれません。飛鳥清水原の宮の跡も見つかるかもしれません。皆さんの常識ではやっぱり奈良県の飛鳥だと思ってらっしゃったでしょ。いや、こっちなんです、意外と。で、赤村には安佐岡本もございますでしょう。他の回で紹介しましたけど、その岡本の宮のすぐ近くにここはあるんですね、本当にね。で、日本書紀にって書いてあるんですよ。飛鳥岡本宮の南に作るってさっきお見せしましたよね。あ、ここしかないんです。